アウトコース1番ホール537ヤードのロングホールになります。ホール紹介は栃木丸ゴルフクラブの、マドンナ高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どんなホールになりますか？はい、ここは当ゴルフ場で一番長いロングホールになります。はい、1打目は左手のクリークに気をつけてください。右も池になってますので、はい、大体安定したティーショットが望ましいです、はい、コメントは安定しませんけども安定してもらってね、はい、打ってもらうといいかな、はい、まあだからセカンドからですよね、プロね、ここね、はい、でもティーショットもこの右の池が結構ね嫌なんですよ、近くて、はい、なのでなるべくフェアウェイキープして、ね、はいはい、着実にいきたいところです。はい、さあ本日も、アマチュアチームはベストボールでいきますんで、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではバックティーから星プロのティーショットお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、朝一なんで慎重に。はい、本当に参った。よいしょ、よいしょ、ど真ん中です。よかった、ね、朝一なんでチョロとか出そうですもんね。本当ですよ、バッチリです。はい、じゃあ前行きましょう。はい、ではアマチュアチームはレディースティーから行きましょう。はい、岡崎店長お願いいたします。お願いします。はい、お願いします。今日はもうゆうたくん頼むよ頼むよって言ってるけど自分もやっぱりね、はい、主役にならないと。なんせ高根沢ゴルフパークの店長さんでございますからオッケー、素晴らしい、いいじゃないですか、ナイスです、ありがとうございます。ナイスショットでした。ナイスショットです。じゃあゆうたくん行きましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。おー、おー、ナイスショー、素晴らしい、ありがとうございます。プロどうです今、素晴らしい、ね、十分じゃないですか、もうあと大きくだいぶ、うん、ボール飛んできますよ、うん、しっかり振ってます。はい、じゃあ前行きましょう。はい、はい、では星プロのセカンドになります。距離まだまだありますか？そうですね、はい、どのぐらいあります？300ぐらいあるんじゃないですか、うん、ここから。じゃあここは着実に3打目勝負ということで、はい、そうです。方向的にはどうしましょう？あの木の上行きたいですね。ああ、なるほど、はい、最短の方で、はい、はい、じゃあ行きましょう。何番で、はい、ちょっと上げたいんでクリークで、はい、行きます。ナイスショー、ナイスショー、どうす、確実に、はい、はい、ナイスショットです。ナイスショットです。さあ、アマチュアチームも残り結構ありますね。はい、3打目勝負ということで、奥崎さん、ここは確実にフェアウェイを、はい、はい、行きましょう。じゃ左のバンカー方向ですかね。はい、おー、素晴らしい、ナイスです、フェアウェイ、ありがとうございます。淡々といきますよ、これさん今日ね、いいっすね、いいっすね。さあ、ゆうたくんは狙い目もうちょっと右行く？はい、うん、じゃあ間に赤白の鉄塔の方だね、手の右、そうですね、はい、ナイスショー、これ全部ゆうたくんのボールになっちゃうんじゃないですか、岡崎さん頑張らないと。バッチリです、はい、ナイスです、はい、ナイスです、素晴らしい、ありがとうございます。ではアマチュアチーム、3打目になりますね。岡崎さん、距離どのぐらいですか？140ぐらい。はい、わかりました、はい、行きましょう。はい、お願いします。今日はもう後ろにゆうたくんついてるから、はい、岡崎さんも伸び伸びと振ってますよ、はいナイスショー、いいですか、乗った、
素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスワンス。ありがとうございます。さあ、ゆうたくん何番で？5番ユーティリティです。はい。ゆうたくん安心して打てるよ。はい。うん。アドレスの入り方いいっすね。うん、おお。ああ、ちょっと左。ちょっと左か。うん、見えない。なってます？はい、いや、ちょっと手前。おお。はい。すごいアドレスの入り方がすごいいいです。ああ、そうですか。ありがとうございます。なんかプロ気に入るとこありました？あ、すごいアドレスの入り方すごい良くて、うん、で今ちょっと気になったんですけど、呼吸ってどうしてるかなと思って気にしてたんだけど、呼吸ってどうしてる？止めながら打ってます。でも呼吸止めてると息って死んじゃうじゃない？だからゴルフの中でも打つときには呼吸を吐きながら打ってた方がいいかなと思います。はい。止めてると踏ん張っちゃうんで、うん、ふーってスポーツでテニスでも、まあ、剣道でも、はい、声を出してるじゃないですか、うん、声を出してるってことは息を吐いてるってことなんで、息を吐きながら打つ方がいいかなと思います。じゃあ打つ時にあーっつって打ってもう構わないです。声出してもハミング法って言ってそういう方法もあります。なるほど。でそのハミング法で声の強さを一定にあーだったらあーでいくような感じで、うーんあってなってるのは強くなってるんで、ははハミング法で同じ一定の強さであーって打っていく方向もあるんで、その練習もいいかなと思います。なるほど、はい、じゃあゆうたくん試してみて、試してみて、ね、では星プロ残り91ヤードです、はい、何番で？58でギリギリなんですけど、ちょっと行ってみたいと思います、はい、昨日の雨なんでピンデッドに、うん、いいですね。ちょっと弱い。飛べ。はい、ナイスオン。ナイスオン。ぴったり止まりましたね。はい、ナイスです。はい。さあ、ではアマチュアチーム、バーディーパットになります。さあ、どんな風に見ます？今のマーカーがあるんですけども、うん、そちらのちょっと右の方を狙っていきます。右の方。はい。それぐらい切れると見てますね。はい、じゃあ岡崎さん、はい、行きましょう。岡崎さん、こういうの持ってるからな。いいとこ見てる。弱いか。弱かった。参考になったね、ゆうたくん。はい。うん。いいんじゃない？おお。おお、ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。ナイスです。じゃあゆうたくん、それ。いい感性持ってるね。入れちゃおう。はい。素敵です。はい、ナイスパー。ありがとうございます。素晴らしい。もう一回打ったら入るな。さあ、では星プロバーディーパットになります、はい。これもちょっと油断できないですね。できないです ね。今の見て、2カップちょっと切れますかね。行きましょうか。はい。はい。打ち切れなかった。ナイスパーです。ナイス。先が下ってるからちょっと合わせちゃいましたね。合わせちゃいました。はいはいはい、